はい、ご苦労様でございました。皆さん、今日はですね、お知らせっていう形でですね、第15回松代現代美術フェスティバルという形ですね、潜水路ラボだという形で、今盛んにやってるところなんですが、今日は実行委員会の、ね、代表であります木村先生、それから、美濃さん、ね、それからちょっと名前は言っちゃいけないっていうか、潜水路さんっていう形でですね、3人さん来ていただいて、どういうことをやってるかっていうのをね、ちょっとお知らせできればいいかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。じゃあまずはじめ、木村先生代表でちょっとどういうものを やってるんかっていうのをちょっとお話ししていただいていいですか。はい、ことの始まり、ことの始まりは2002年に日韓ワールドカップがあった時に、松代大本営というすごい戦争のための設備ができているという戦争遺跡ですね、それを美術たちで表に出していこうというのがことの起こりだったんですが、約13回ほど松代に続けまして、しばらく休んでおりましたところ、第14回、昨年より、大町の原子間核技術展とコラボが始まりまして、今年はその2回目、第15回はその2回目となっております。今年はいろんなところからこういったイベントが盛んに行われておりますので、できたら今年は少し趣旨を映像作品にやや重きを置きながら、さらに松代の特色であります潜水路という、各武家屋敷のお庭を通っている流れですね、水の流れ、そういったものをテーマに絞って、やっております。で、それほどたくさんのアーティストいるわけじゃないんですが、12名ほど参加しております。それで、今回できるだけですね、参加者と作家さんの間に、コミュニケーションが取れるように、ワークショップはもちろんなんですが、これはラボラトリーと称して、工房のような形で作家と観客さんの交流を図るというようなことも考えております。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、じゃあ現在 今始まっているので、場所とね、作家さんの形ですね、これはどこでしょうかね。ちょっと ここに置いていきます。そうちょっと縦に、はい、じゃあここはあれですね、どこですかね。定山寺定山亭、ね、定山亭ですね、はい、定山亭も潜水がありますね、はい、はい、続いてはこちらも、隣もこちら2枚とも定山亭です、ね、山寺定山亭です、はい、場所だけでいいよね。あとはもう作家さん来ていただいてやっていただければいいよね。もうちょっと実際に見ていただければね、はい、はい、こちらは、堺家の後ですかね、はいはい、ハンガリーの作家の方の竹のもので、こちらは水上山ね、はい、はい、ですね。あ、こんな
展示してるんですね。楽器みたいになっているんですね。なるほどね。はい。みなかみはちょっとね、歩いていけないのでね、ちょっと車で行っていただかなきゃいけないんですけども。はい、じゃあ続いて。はい、こちらは？これ寺町商家だ。寺町商家と前島家。そうですね。はい、前島家。はい。前島家の蔵ですね。蔵ですね。はい。セルビアの人の中、これは中条の映像ですね。なるほど。はい、じゃあ次は、そうですね。はい、じゃあ続いて。はい。では、前島家住宅。はい。ここも潜水があります、ね、はい。はい。こちらも、前島家ですね。はい。今いる。あ、そう。潜水路ちゃんだ。ね。はい。後でちょっとまたねしましょう。はい、続いて。こちらは寺町商家の北の蔵の2階だね。はい。はい、こちらは1階部分でね。はい、これ絵ですね。はい。はい、了解です。続いて。こちらは樋口家のお庭です。はいはい、これが木村先生だね。はい、この右側があの旧松代の駅舎でね。はい、はい、これはあの原始感覚の大町のアートイベントの方のアートディレクターの人の作品です。そうですね。はい、木村先生ちょっといい、はい、さっきのこの左側の、はいはい、これはどういう意味で。これはですね、私の羽プロジェクトと称して、はい、もう2002年の最初からテーマにしている折り鶴の羽を2枚重ねたもので、はいはい、日本的な祈りの形の一つであって、はい、元のもとは折り鶴というのは広島の原爆症状の病気回復を祈って作られたという、したがって原爆に対する非常にアンチテーゼ、もう反原発、やってはならないことをやってしまったというようなものの象徴として、私ずっとこれからも、死ぬまで続けようかなと思っております。それで向こう側にあるのは樋口家にある祠で、はいはい、ここに神様が降臨してこられて、その向こう、その手前にある鉄の参道を通って、うん、赤い羽のところへたど、り着くと、うん、それによって世界に対するその平和メッセージ、それと、うん、核廃絶ということを強く歌っている作品です。これ赤のイメージで。赤はね、昔から装飾古墳の中に赤が使われてまして、これは非常に魔除けにいいということで、ずっと使われておりましたのが、だんだん神社仏閣の赤い柱に展開していきまして、で神社仏閣の中の文字が天国になり、天国がハンコの文字になり、ハンコを押す時の朱肉になって、その赤が残ってる。はい、です、はい、言われ大きい。さあ、こちらは日本の文化に対して非常に役は重要なポジションもあると思います。はい、了解です。ありがとうございます、はい、じゃあそうしましたら最後の方に潜水路さん、ちょっと顔って少し出ていただいて、はい、イメージとしてはどういうことなんですか。お話ししてもイメージとすればどういうこと。思ったまま言って。町の人と一緒にコラボレーション、一緒に交流することで作品が完成するっていうテーマでやってるんですかね。はい、じゃあさ、ちょっと写真見せてください。はい、潜水路体操っていうのを考えて、前島家でいつもやってます。やってるのね。はい、はい、じゃあ前島家行けばOK っていう形になりますね。はい、了解です。よく覚えておいていただいてる。ちょっと、はい、はい、じゃあそれでですね、この他に、25日まで一応やってるんですね。で、25日はですね、クロージングっていう形で寺町商家でね、
マッスローの潜水潜水路とアートシンポジウムをやります。これはあれですね、宮下健二先生にやっていただいて、その後ですね、あれですね、歌を歌ったりと、いろいろとやるような形になります。そんな形でありますので、ぜひまたご参加いただければありがたいなというふうに思います。今17、今日は19日ですよね、まあ、今始まってますので25日までやっておりますのでね、皆さん各、潜水路ある、場所に行っていただいてですね、見学できればいいかなと。あわよく作家さんに会ったらいろんな質問ができるかなと思いますのでね、ぜひご参加いただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、最終日4時からクロージングパーティー寺町商家でやりますので、はい、長尾市で、ここらフランス料理のデリバリー素晴らしいのができますので、はい、会員なんと500円です。はい、先生持ち出しになっちゃうね。持ち出しです。ただし飲み物持参でお願いします。了解です。じゃあそんなことで、はい、じゃあ皆さん最後によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しゃべくり松代、また見てねー。